下スカート用に縦18センチを2枚、上スカート用に縦24センチを1枚切ります。横は布幅全部を使うので端ミシンはいりません。縦18センチの下スカートを2枚、1.5 センチの縫い代で縫い合わせます。縫い代はアイロンで開いておきます。下スカートの裾部分をアイロンで折り上げていきます。はじめに2センチ折ってアイロン当てます。1センチ折り込んでアイロンを当てていきます。24センチ幅のウエスカートもウエスト部分を4センチ折ってアイロンを当てていきます。次に開いて端を1センチ折ってアイロンを当てます。下スカートの上から 5mm と上から 1.5 センチのところに粗いミシンをぐるりとかけます。布の裏側から糸を2本取ってぎゅーっと引っ張ってギャザーを寄せていきます。だいたいダーッと寄せて真ん中ぐらいまで来たら、また反対側から糸を2本引いて引っ張っていきます。だいたいざっくり引っ張ったら、下スカートの半分と上スカートの半分の長さが合うようにギャザーを均等に寄せていきます。ギャザーを寄せた下スカートと上スカートを合わせて待ち針で8箇所ぐらい留めます。これが裾で、これがウエストになります。表と裏を間違えないように取り付けます。1センチの縫い代で縫い合わせました。表からギャザーがきれいに出ているかチェックします。端をロックミシンかジグザグミシンでかがっておきます。裏側からギャザーを寄せた糸の真ん中くらいを切ります。端から上糸をスーッと引くときれいに糸が抜けます。反対側も同じように抜きます。表から端ミシンをかけます。次に両サイドを合わせて筒状にして脇を縫っていきます。切り替えがずれないようにきれいに合わせて待ち針で留めます。 1.5 センチの縫い代で縫い合わせます。上から1センチ縫ったところで返し縫いをしてゴムの入れるところを開けます。そしてまたこの線から下まで縫います。縫い代を開いてアイロンを当てます。ゴム通し口は V の字に縫っておくと後でゴムが通しやすくなります。裾をさっきアイロンを当てた線で三つ折りにして縫います。ウエストも同じようにアイロンを当てた線で折ってぐるりと縫います。ウエストはずれやすいので待ち針で留めてから縫うとずれにくくなります。ゴム通し口からゴムを通せば出来上がりです。